水尻池、水尻池の位置、水尻池は、鳥取県鳥取市にある池である。近代に干拓が行われ、季節的赤湖になっていた。昭和の終わり頃に、稲作が行われなくなり、通年池に戻った。1960年代後半から、大白鳥の定期越冬地の南限となり、渡り鳥の越冬地として知られている。水尻池の周囲は、約3キロメートル。 水深は浅く、おおむね1から2メートルで、深いところでも3メートルほど。砂丘の発達によって湾が海と切り離されてできた石湖である。流出入する大きな川はなく、小さな谷を流れる沢水や雨水などが入るだけである。池は大正から昭和にかけて干拓され、夏の間は水田、冬の間は池となっていた。やがて野鳥の飛来地として知られるようになり、 野鳥の保護地となった。昭和の終わり頃に稲作が行われなくなり、一年を通じて池となった。一帯は西稲葉県立自然公園に指定されている。水尻池は野鳥の平市で、特に秋から冬にかけて水鳥の越冬地となっている。最も多く見られるのがマガモで、他にオナガガモ、ヒドリガモ、カルガモ、ホシハジロ、 小モなどのカゴ類が500羽から2000羽集まって、冬を越す。このほかミコアイサ、キンクロハジロ、白鳥などが見られる。カンムリカイツブリやカワウモジュースは現れる。近年はマガン、ヒシクイ、オーバンなども見られるほか、1992年にはオジロワシが観察されたこともある。大イサギ、コサギ、アオサギ、ゴイサギなどのサギ類は、数年見られ、ツルシギなどは、 春から夏にかけて現れる。高天で海の波が高い時には周辺の漁港から海猫やセグロカモメ、大セグロカモメがやってくる。水尻池から西へ3キロメートルほど行ったけ高町、日光地区もかつての水尻池と同じように下記は水田、冬場は池となっていて、こちらも水鳥の越冬地となっている。日光地区の干拓は、 水尻池よりもずっと古く江戸時代から行われている。水尻池のあたりはもともとは海岸の小さな入り江だった。この入り江の入り口に砂丘が形成され、海と切り離されて現在のような石庫となった。砂丘の高さは18メートルほどあり、今は水尻集落をはじめ国道9号がその頂部を通っている。 海と切り離された時期ははっきりとは分かっていないが、約6000年前頃の縄文開始以降と推定されている。近代に一度干拓されて水田になったが、原炭によって元の池に戻された。宝木街道は水尻池,池の北半を回り、母木坂へ通じていた。かつての船着き場に残る石灯籠池の南東側の丘陵上には6世紀のものと見られる古墳がある。 沢見塚古墳は珍しい双方中円墳で、末木などの破片が出土している。このほか同じ古墳時代のものと見られる奥沢見、横穴群遺跡が池の西岸にあり、古くから地藩が人の定住に適していたことを示唆している。奥沢見にある遺体神社は縁起式神明朝に掲載されている遺体神社に否定されている。社言では神宮皇后が 三冠聖伐の戦勝を祈願して創建したとしており、七世紀後半の天武天皇の頃まで直視があったという。身体は六尺の巨石とされており、これに由来して、かつて当地は、宮石と称していた。当地の旧石子は、鎌倉時代に山梨に侵入したが、五代五天皇が、沖島から脱出して、鳥取の海岸に漂着した際に長谷散じ、車両を得たとされている。 この辺りは、東の啓太軍との軍境にあたり、水尻池の北東側の尾根の先端部には、戦国時代に、鳥出が築かれていて、天子氏、毛利氏や豊臣秀吉らの争いの地になった。追記時期は不詳だが、陰徳太平記によれば、毛利氏と豊臣氏が争った時期には、宮石氏らを従いた岳見氏が、毛利勢に組みして城を守っていたとされる。一方、稲葉氏では、 当時の上司をト井トサエ門としている。大崎城は宝器街道の藍路を見下ろしており、付随する取として西に港山彩を持っていた。稲橋では水跡地都市、東西山頂45県、南北五丁25県、州巡る35丁45県としている。水尻家池の産物に関しては稲しじみ等を押しされども原九九下品なりとしている。 地範には農地が乏しく、付近の集落は水尻池での漁業で生計を立てていた。それでも生活は苦しく、村民がしばしば藩に願い出て、海でのイワシの網漁を願い出たことが資料に残されている。鳥取平野と倉吉平野を結ぶ宝器街道は水尻池の北岸を通っていた。ここから西の海岸は崖や80メートル級の急瞬内は山に、 阻まれており、街道は、池の岸を回り込んで、母木坂という峠を越え、西の母木宿へ続いていた。二を抱えての母木坂市へと地藩の斜面の道の往来は、苦労が多いため、水尻の住民は母木坂側の湖畔と対岸の朝廷を結ぶ渡し船を営んだ。船による往来は、明治時代も続けられ、片道2000の船賃を取っていたという。 母木坂越を迂回する国道が開通するのは1966年になってからだった。都線上は捨てれたが、今でも石道路が残されていて、当時の様子を伝えている。池の南に開通した山陰本線が池の大転機になった。山陰本線を通す際に池の南側が埋め立てられて農地ができた。地範の集落はもっぱら池での漁労で生計を立てる、漁村で、 明治時代まで、うなぎや鯉、船、ナマズの漁が行われていた。天気をもたらしたのは、1907年に開通した山陰本線である。山陰本線は、池の南側を通ることになり、不設にあたって、池の南側が一部埋め立てられた。これに伴って、埋め立て地周辺に 80R の水田が生まれた。これを契機に、池全体を干拓して、水橋地帯とし、 米の増産を図る計画が持ち上がった。地元の有志から始まった構想は、宝、木村の議会を通り、三松武夫鳥取県知事によって、認可を得た。事業に出資したのは、岩見郡福部村の地主だった、西垣良蔵という人物である。池での漁で生計を立てていた漁民は、漁業保証金100円を受け取るとともに、妊婦として工事に従事した。 事業は1915年に始まった。上流からの水の流入を避けるため、回し掘りといって、池の周囲に水合が掘られた。池の水面は海より低く、自然には排水できないため、電動ポンプが用いられた。排水路は海に近い山を奪って、トンネルを築き、日本海へ排水する方式となった。これによって11ヘクタールの水田が生まれた。出資者が、 岩見郡の大地主である石ヶ谷良蔵に変わると、さらに13ヘクタールの干拓が行われ、1921年には合わせて24ヘクタールの神殿になった。こうして地藩の集落は漁村から半魚反応の村へと生まれ変わった。湖面はもともと国有地だったが、事業によって無償で出資者である地主へと払い下げられた。この土地は、 労働力を提供した元々の漁民たちに分配され、小崎実りとなった。はじめに完成した11ヘクタールの農地は漁民に均等に分配され、後から完成した13ヘクタールは働きに応じて配分された。1個あたり平均して50から60アールの水田を受け持つことになり、米の収穫は3から4倍に増えた。ただし、砂浜にも設けた排水路は、 冬になると、強い海寄りの季節風によって、砂が堆積して閉塞してしまう上、排水ポンプの電気代がかかる。このため、工作が終わると排水をやめて、池に戻し、春になると排水路を改作し直して、排水を行い、水田としていた。これを季節的石湖、季節的水田と称し、同じ桁下鷹群内では、水尻池,池の西3キロメートルほどにある。 日光地区でも同じようなことが行われていた。また、水田は湿田であり、農作業は常に腰まで水に浸かる大変な重労働だった。稲刈りをする時期でさえ同様で、船で湿田を回って稲を収穫し、高いところまで運ぶ必要があった。季節的積湖のため地盤は緩く、大型の農業機械の導入は不可能で効率化は望めなかった。 排水ポンプを稼働させて、池の水を抜くと、湖畔の家屋で地盤沈下が起きるようなこともあった。それでも、太平洋戦争後の農地解放によって、農地と排水設備の権利が与えられ、村の9割が自作農になった。昭和41年に海岸沿いの国道が開通、昭和48年にバイパスができた。地盤を走る山陰本線からは、 水尻池,池がよく見える明治時代から母、木坂のルートの道路整備が続けられてきたが、池の周りの道路は昭和40年代に大変貌を遂げた。1966年に砂欠を経由して海岸沿いを回る国道が開通した。しかしこれによって集落内の交通渋滞や交通事故が激増し、1973年には両集落を回避するバイパスが設けられた。 国道やバイパスからは、水尻池はほとんど見えないが、池のあぜを走る山陰本線からは30秒ほど、間近に眺めることができる。村では、大正時代の干拓事業以来、60年にわたり、水田稲作が営まれてきたが、1970年代に、国の農政が減誕政策に転じると、次第に稲作が放棄される水田が増えた。 1980年には稲作が行われる水田が干拓地の半分以下になった。ちょうどその頃、排水ポンプが故障し、ポンプを修理してでも稲作を継続するかどうかで大きな議論となった。結局、地権者は共同で養魚組合を設立し、稲作から養理へ添削を行うことと決め、添削補助金を受けることになった。こうして1981年から排水をやめ、 以前のような池に戻った。池には3万匹の鯉の稚魚が放流され、有料の釣り堀として経営が行われた。しかし有魚量収入は期待したほどではなく、1985年からは、淡水真珠の養殖も試みられたが、違いが3年で、ほとんど死滅してしまい、長続きはしなかった。池に戻った土地の所有権は引き続き地権者が維持している。 農地としては課税されていないが、湖水面積に応じた固定資産税などは負担しており、排水を行って地目変更を行えば農業の再開は可能となっている。北岸の水尻地区は池のすぐそばに家が立ち並ぶ。通年地となったことで、幼魚の鯉のほか、船や大谷市も大幅に増えた。湖岸ではよし、マコモといった超水植物の群落が拡大した。 その内側では、明治以前には、ほとんど見られなかったという皮脂が大繁殖し、春から秋にかけては、湖面の半分が覆われる。皮脂の実は食用になるため、これを採取して出荷したこともあったが労力に見合う、収入は得られなかった。このほか、固定では、幾何植物の大金玉も見られる。炭水真珠の養殖が失敗したり、皮脂の大繁殖が発生したのは、 水質の劣化に原因があるとする見方もある。もともと水しり池には大きな流入河川もないし、湖面が低いために流出する河川もない。谷の上流側にはほとんど何もないので、水を汚すものがあるとすれば、湖畔の家庭排水程度でポンプを使って毎年排水していた頃は、多少の汚れた水が流入しても一年に一度は排水されてしまうため、大きな問題はなかった。 しかし、水の入れ替えが行われなくなったために汚染物質が池内に蓄積されるようになり、水質の変化をもたらしたのではないかと考えられている。とはいえ、大正時代に干拓が行われるより、以前の水質調査では、透明度は30センチメートルであり、必ずしもかつては綺麗な池だったというわけでもない。通年値となって間もない時期には2年を費やして、 湖面の皮脂の機械による除去を試みたり、草魚を放って水草を駆除し、水質の改善を試みたこともある。これらは一定の成果が得られたが、1984年の干ばつで池の水が著しく減って、幼魚の大量死を招き、結局水質はそれほど改善されなかった。このため1990年代以降、周辺集落からの家庭排水を処理する施設の整備。 などが行われている。池の周囲は、領住禁止区域になっている。古い時代のことは不詳だが、池の周りに鳥が来ても、重量の的になるため、池には、野鳥は全く寄りつかなかった。ところが、1960年代後半になって、秋から冬にかけて、大白鳥が飛来するようになると、周囲では、鳥獣保護が行われるようになり、水尻池周辺は、 野鳥の宝庫へと様相を変えた。大白鳥が現れた、当時の水尻池は夏季に稲作を行っていたので、冬季に池となっても固定に稲穂や草が残っていた。水尻池は全体的に水深が浅いので、体の大きな大白鳥は水に潜ってこうした落ち葉を食べることができた。大白鳥は当初は数年に一度飛来する程度だったが、1975年に、 白鳥の保護のために一帯を領袖禁止区域にしたところ、大白鳥は毎年越冬するようになった。水尻池伊勢でも中海に時折大白鳥が飛来することがあったが、毎年越冬する場所としては、水尻池,池が日本での難源となった。領袖禁止区域となったことで、他の野鳥も集まるようになり、カモ類を中心に2000羽余りが越冬するようになった。 水鳥は固定に沈むカキの稲作による落ち葉や茎、草を餌としていたと考えられているが、1981年に稲作が行われなくなり、通年地となったことで、こうした環境に変化が訪れた。次第にこうした餌が減少した結果、大白鳥の飛来が減った。また、かつては盛んに潜水して草を食べる星葉ジロが、野鳥の8割を占めていたが、 1990年代には、稀にわずかな答えが飛来する程度になった。航空写真では左奥にあたる。航空写真では左下にあたる。1R イコール100平方メートル。陰白の湖と池からある点する、水のロマンと、歴史マイナスによれば、年間数十万円でしかない。年代は資料によって1967年秋と、するものと、 1966年11月とするものがある。ありがとうございます。